願いします。それじゃあこれとなりました今年を振り返っての前に一点ご報告をまず申し上げたいと思います。まあ、DMV のデモンストレーション走行と朝鉄祭りの実施についてであります。まあ、この DMV 道路と鉄路この両方を走ることができるということで、まあ、いわば地域活性化をはじめとしてまたてっちゃんの皆さんにもねたまらない夢の乗り物ということでありまして、その車両の導入に向けて中四国では初めてとなる実証実験これを現在朝東地域において進めているところであります。まあ、先般の定例記者会見でも発表をさせていただいておりますが線路走行の安全性、まあ、こちらをまず確認をしようということでの夜間走行試験につきましては先月、まあ、11月ですねの16から18日にかけまして JR 麦線の麦駅と朝東線の宍喰駅、まあ、車庫ですねとの間におきまして実施をして、まあ、大過なく順調に試験が終了をしたところであります。まあ、そこでできることでねこちら次のステップとしては今度来年の2月の10日金曜日から12日日曜日までの3日間にわたりまして通常の列車のダイヤ、まあ、その合間を利用をさせていただいて今度は一般のモニターの皆様方に試乗をしていただきましてこの DMV その車両が1日3便3日間で9便走行するデモンストレーション走行をいよいよ実施をしたい、まあ、このように考えております。まあ、1日目の10日につきましては出発式を取り行わさせていただき行政関係また地元住民の代表の皆様方実証運行事業の関係者の皆さんに、まあ、乗車をしていただきました。そしてその翌日からの休日となる2日間、まあ、11と12日につきましては事前にこちらは全国公募を行った110名の一般モニターの皆様方にご乗車をいただきまして乗り心地あるいは利便性といったものこれを確認をするアンケート調査を行う予定といたしております。ちなみに走行ルートにつきましては朝東線の宍喰駅前を出発をいたしまして鉄道区間では JR 麦線の麦駅から朝東線の宍喰駅車庫までの間を走行をする、そして道路区間にこう乗り換えましてここは乗り換えなしというねここが一番の優れもののところとなりますが乗り換えなしで駅から離れた場所まで運行できるこの DMV の最大の特徴これを最大限に生かし、まあ、県南地域を代表する景勝地であります竹ヶ島海中公園や、まあ、今回はなんというかこの朝東地域朝東線は本県と高知県を結ぶ鉄道でもありますので本県を飛び出しまして雄大な地形や景観が世界ジオパークに認定をされました。そしてただいま、ね、注目中、ね、急上昇室戸岬など、まあ、徳島高知両県の観光地をめぐる4ルートを走行する予定といたしております。またこの走行試験に合わせまして2月の11、12この両日 DMV この開発に取り組んでおられます JR 北海道の担当者の方をお招きをいたしましての講演会、さらには車内を LED 装飾で装飾を行いましたね。幻想的な列車の中にマジシャンやあるいはバルーンアートの職人が乗車をしていただきましてパフォーマンスを行う特別列車の運行、さらには宍喰駅に隣接をいたします宍喰小学校の運動場におきましてアンパンマンショー、阿波踊り、よさこい踊りなどの、まあ、高知、徳島ならではの各種イベントを行うこの朝鉄祭り2012 DMV ワクワクフェスタインウィンターちょっと長いですねを開催をいたしたいと思います。まあ、この機会にぜひ多くの県民の皆様方に DMV にご乗車あるいは見ていただきますとともに楽しさ満載のこの朝鉄祭りこれを実感をしていただき県南地域の魅力を体感をしていただければと思います。まず DMV の走行関係については以上であります。それでは続けてよろしいでしょうか。
じゃあ1年間を振り返ってということになります。まあ、1年間を振り返るということになりますと、年初に遡ることになります。今年平成23年は加納と宇の年であります。で、年初の記者会見の時にも申し上げましたが、この加納と宇の年はどんな年なのかということですが、これは閉塞感、これを何とか打破したい、ここから抜け出したいということで、荒療治が事の善悪を問わずあらゆる分野で起こる、そして全く新しい世界が生み出される、こうした年と言われています。こう申し上げたところでありました。このことが見事的中をする、さすが過去の皆さん方、昔の皆さんというのは歴史に、そして自然に、大きな時の流れに学ばれているんだなと実感をさせられた一年であります。まずその端緒はアラブ諸国で起きました。長期政権、独裁政権、こうしたものが民主化という大きな波、うねりに飲み込まれ、次々と転覆をし、そして民主化が進むということが起きました。そして次にこの波に飲まれたのがヨーロッパの各地であります。ギリシャに端を発したこの経済危機、これがまさにユーロ圏全体の大きな政治体制の不安ということにもなり、こちらも長年大統領、首相として君臨といいますかね、指揮を振ってこられた皆さん方が退陣をする、あるいは安定をしている国だと言われていたイギリス、来年はロンドンオリンピックも行われるわけでありますが、なんとここで未来のイギリス、世界を担うであろうと言われる若者たちが暴動を起こすということになります。まあ、こうしたヨーロッパ、ユーロ圏内の経済的な不安は当然のことながら、急激な史上最高の日本の円高を招くこととなるわけですが、もう一つの世界的な軸であるアメリカにおいても大きな政情の不安、ここでもなんとニューヨークでやはりアメリカの、世界のこれからを担うであろうという若者たちがストライキを、そしてデモ行進を行う、そして警察当局とぶつかると、こうしたことも起きたところで、次に当然こうした流れというものは、これも安定をして大統領と首相ががっちりと組んでいると思われていたロシアにおいて、なんと今ではプーチン首相、次は大統領かと目されておりましたが、ゴルバチョフ元大統領もここで退陣をしたらどうかと言われるぐらい、今ではロシア全体が政情不安となっているところでもあります。まあ、こうした中、お隣の国北朝鮮ではトップが変わるということで、朝鮮半島をはじめとする東アジア全体の政情が大変緊迫化をすることとなっています。まあ、こうした国際的なうねりの中で日本はどうであったのか、こちらはもう言うまでもなく311、東日本大震災、1000年に一度の大震災が100年に一度の経済危機真っ只中の日本を襲いました。そして日本は国難状況となり、なかなか被災地に対しての支援、復旧、復興をままならないという状況が続きました。またその後も地震ではありませんが、台風が台風6号、12号、15号と、特に台風6号は徳島だけ上陸をし、12号は徳島県を縦断をする、そしてお隣の和歌山ならでは多くの死者を出す、まあ、大変な自然災害にも見舞われた年でありました。まあ、こうした日本の中でやはり徳島としてどういう行動を取っていくのか、やはり今ではあらゆる分野で全く国難の状況になりましたので、羅針盤なき世となってしまいました。これまでも徳島発の提言、知恵は地方にこそあり、まあ、こうした形で気概を持って臨んできた徳島でもありました。まあ、こうした動きで昨年の12月の1日には日本の有史以来初めてとなる広域の都道府県域を超える意思決定機関、関西広域連合が徳島をはじめとする2府5県でスタートをし、この東日本大震災発災後直ちに広域防災を担う兵庫県神戸の地に関係する知事が集まり、今では日本の制度となった被災県を応援をする県をしっかりと決めて集中的に応援をする、
カウンターパート方式、これを導入し、徳島県は一番被災の激しかった宮城県、こちらを兵庫県と鳥取県とともに支援をする形となり、これまでの間、あらゆる分野において2300に迫る、あるいはこれに超える皆さん方が現地で活躍をいただき、そして今なお活躍をしていただいているところであります。まあ、こうした点については宮城県の村井知事さんからも感謝のお言葉をいろいろな機会でいただくこととなったところであり、一日も早い宮城県をはじめとする被災地の皆様方の復興が成し遂げられるよう、これからも徳島としてしっかりと応援をしてまいりたいと思います。しかし、この1000年に一度の大震災は起こるんだということ、これを実感をした我々徳島としては、やはり昨年から国に言われている南海地震だけではないよ、東海、東南海、南海の3連動地震が起こりうるんだ。そうなりますと、南海地震は向こう30年 60%、 しかし3連動で3連発ということになれば、一番発生確率の高いところに引きずられ、東海地震は 87%、 しかも今回の東日本大震災で日本のあらゆるプレートが動いたんではないか、活動を開始したんではないか、これらの3連動地震の発生確率もより高まるとも言われているところでありました。我々としては確かに被災地の復興支援、これも重要ではありますが、同時に県民の皆さんの安全安心をお守りをする立場として、この3連動に正面から立ち向かわなければならない、そうした1年でもありました。そこで早速国に対して提言をし、この東日本大震災、このメカニズムといったものを解析をしていただいて、三連動地震に対しての予測対策、例えば津波だか、これに基づく浸水予測、そして被害想定、まあ、こうしたものを早急に国の英知を集めて対応してもらいたい、提言を繰り返しました。しかし、なかなかこの東日本大震災の対応だけで手一杯、まあ、こうした回答ばかりであります。ただし、各省庁に参りますと、被災地の復旧復興、これも重要だけど、やはり次もしこれで三連動が今の無防備の状態のままで来てしまえば日本は終わる、これは三連動に備えてなければいけない、各省の担当者はそうした意識を強く持っておりましたので、こうした皆さんと連携することはもとより、やはりお願い提言をしているばっかりではなくて、自ら行動を取ることも重要であるということで、徳島は全国で宣伝をつける形で、4月の26日に、これまでの人間の知恵で自然の猛威を防ぐことができるという防災、それは今回打ち破られたということであれば、助かる命をまず助けていくんだ、減災、新しい概念を打ち立て、防災と減災を合わせてこの三連動に向かっていこうと、地震津波減災対策の検討委員会を立ち上げ、精力的に検討を行っていただき、8月の3日には3つの時間軸、今年度内、いわゆる1年以内で、さらには2年から3年、さらには中長期での300項目を超える対策を出していただいたところであります。しかもこのままでは絵に描いた餅、県民の皆さんには実感がないということになりますので、これを今年はちょうど知事選があり、当初予算が骨格予算であった、これも期間とさせていただき、6月の肉付けの補正予算、本来ですとマニフェスト、スタートのいろいろな政策予算を盛り込むべきところでありましたが、これを全面的に差し替えて、この防災減災対策三連動に備える安全安心の予算、さらには国難に向かう経済雇用対策、日本柱の予算にこれを切り替えをさせていただいたところであります。そしてそれに続く9月、さらには12月には、我々がもっと早く早くと言ってきた国の対応3次補正、これを全面的に取り組むとともに、これまで徳島発の提言として被災地支援、当初は3次補正は被災地支援だけと、いや違う、やはり被災地を応援をするための対策、そして3連動に備える対策、その予算がいるんだ、全国防災枠、使い勝手のいいいろいろな予算を作るべきだ、こうした提言をさせていただいた結果、今回この全国防災枠が作られ、我々として強く求めてきた
川から津波が遡った時の対応としての中川、あるいはなかなか手がつけていただけなかった今切れ川、旧吉野川、その河口対策、それからこの津波対策といったものが国の直轄の河川の中でも 17% が徳島に、また海から支援を、そして地震で崩れることのないそうしたバースが必要である、耐震バースを沖ノ巣にということで、こちらにつきましても全国港湾の枠の 44% が、そして無夜行海岸、多くの工場群と家が立ち並ぶここの液状化を防ぐとともに防潮堤をしっかりと作り上げていく必要がある、こちらも全国海岸の防災枠の 74% がこの中に取り込まれることとなったところでもあります。まあ、こうした対策、またさらには我々長年経済、そして観光、また救命救急といった関係、またいざ発災となった時の命の道として、四国横断自動車道、そこから続く阿南阿紀自動車道、四国の八の字、一日も早いこの着手、そして完成を求めてまいりました。しかしなかなか BYC 交通三要素、この中で難しいんですよという形で来たところでありますが、今回まさにこの高速道路が徳島も提言をしてまいりました避難場所として、さらには陸の防潮堤として、あの津波を仙台東部道路が見事食い止めることとなり、多くの命と宮城県民の皆さんの財産を守った、これによりまして、まあ、今回まずはその第1号として、西日本ネクスコ西日本の皆さん方と徳島市、徳島県との間で徳島市川内地区においてこの避難場所として高速道路を使おうと、この協定が結ばれたところでもあります。またさらには今年桑野道路が新規着工となったところでありますが、それと日和道路を結ぶ福井道路、命の道、この提言、ミッシングリンクの解消だと申し上げてきたところ、2年連続でこの直轄の道路が新規着工箇所に採択となったところであります。いよいよこの三連動地震へ備える命の道としては、残るルートとしては海部道路残すのみとなったところでありました。しかもこの海部道路につきましても、そのちょうど中間部にある麦バイパスにつきましては、今年度中に測量、これらを終えられる予測、まあ、予定となっておりまして、新年度からはぜひこれは国で事業を進めていただいておりますので、用地買収に入らさせていただきたいな、そして一日も早くこの開封道路ルート決定とその着手、これに今度は全力を投球をしてまいりたいと考えております。まあ、こうした防災対策、まあ、本当に県民の皆さんの安全安心、これをなんとか守っていかなければいけない、まあ、そうした意味では医療の面につきましても、これは大きく進捗を見た一年でありました。地震に対しての備えという形での県立三病院の体制、県立中央病院の工事の進捗、さらには三好病院、新しく高層棟、これを建て替えて、そして耐震化を図るとともに、四国中央の救命救急、そして高度医療の拠点としてこれを生まれ変わりさせていく、さらにはこれからこの海部病院に対しての対応と、まあ、こうしたものの原資となる地域医療再生、この基金につきましても四国中国九州では最大の、まあ、我々として求めたものよりは少なかったところでありますが、これも被災地への支援に向ける、これはやむを得ないのかな、47億円をいただいたところであり、それを有効に活用していければと考えております。そして何といっても医師不足対策、また地域偏在、診療科偏在といったものに、こちらも正面から取り組んでいければと考えております。また現在雇用の柱の点につきましても、本県多くの生産拠点が全国では海外へという中で、13の企業、皆さん、あるいは拠点といったものが整備をされることとなりました。特に LED バレー構想、17年の12月にスタートをいたしましたが、22年度中の100社集積、これを半ば、22年の半ばで、メテック北村さんが
京都から西名古屋芸工業団地に来ていただいた、そして今では被災地の皆さんからも被災地へのサポートプログラムに乗る形で105社この LED 関連の企業が徳島で集積をしてきているところでありまして、ネクストステージとしてさらには相乗効果を、さらにはこの皆さん方が生み出した今回もこの被災地気仙沼の大島で最初に明かりをつけたのがこの LED 応用製品、太陽光で発電をしてリチウムイオンで蓄電をし、そして LED で発光するこの防犯防災灯、まあ、これをいう形で全国の皆さんにさらに知っていただく必要がある、全国の自治体としては初めてとなる東京新宿のパークタワーの7階に LED の常設の展示場を設けたところであり、今回のこうした防災対策のいろいろな応用製品もここに展示をさせていただき、さらなる販路の開拓に努めていこうと考えているところでもあります。また徳島としてはピンチをチャンスに、今ではお家芸となったところでありますが、特にブロードバンド環境、テレビがいよいよアナログからデジタルに双方向にという形で、今年の7月の24日をもってアナログ派が低波となったところであります。まあ、テレビが便利になる、これはいいこと、しかし徳島にとっては大きなピンチ、関西派が見えなくなる、まあ、これを10年かけて全県ケーブルテレビ構想という形で平成22年度にこれを完成をし、そして地上デジタル放送をケーブルテレビで対応する、さらには地域のいろいろなイベント情報、いざ発災となった場合の災害情報、地域の情報をケーブルテレビ、また IP 電話ということで、その同じエリア内であればいくらかけても無料、そしてブロードバンド環境、4種の神器と呼ばせていただきましたが、これを逆に武器として ICT 関連企業、コールセンター、データセンター、さらにはデジタルコンテンツ産業、この集積を徳島に図ろうと、こうした関係の企業の皆さんもさらに徳島に集積進んできているところでもあります。また限界集落対策、これも全国で大きな課題となった1年でありました。人口減少期に日本が入り、今までは少子高齢化対策という関東圏、こちらでも今では少子高齢対策、また限界集落、65歳以上いわゆる高齢者の皆さん方がその集落の半分以上を占めるという、その限界集落対策をどうしていくのか、日本の原風景をどう守るのか、まあ、こうしたことも大きな課題となりました。しかも四国がその一番多い地域ということであれば、まさに課題先進地域から課題解決先進地域に徳島がなっていこうということで、この類まれな日本有数のブロードバンド環境、ケーブルネット環境といったもの、今では全国第2位、日本平均が 48.8%、 それが23年3月末では 81.9%、 大阪について第2位となっておりました。これは中山間地域各家庭にも光ファイバーが入るという形になっております。これを東京の ICT の皆さん方がそうした素晴らしい自然環境、そこにサテライトオフィスを設ける、ここで新しくデジタルコンテンツ産業を起こしていこうと、東京のビル街の中で24時間対応する、これはもう疲弊するばっかりだ、徳島の素晴らしい自然と食べ物によって新しいクリエイティブだ、そうした発想がどんどん生まれてくるよと、今では東京の ICT 企業の皆さん方が逆にお互いで呼び合って徳島でそうした実験をどんどんしていこうではないか、その輪がどんどん広がりつつあるところでもあります。まあ、こうした新しい産業の目、こうした点を徳島では何といっても基幹産業、農林水産業、しかしここについては少し残念な一年でもありました。 TPP、 我々としては昨年の段階ではまずこの TPP へ対して国民の皆さんにすぐさに情報開示をしてもらいたい、どんなメリットとどんなデメリットがあるのか、こうした点を開示をするとともに、ここは厳しい、例えば農業ということであれば個別所得保障を全作物に、そして意欲のある農家に対策を打っていくべきではないか、それをぜひ23年度の政府の
当初予算に盛り込んでほしい、こうした点も申し上げてきたところ、全く哲学の状況のままAPECで表明をしたいんだと、11月には野田総理がこの前向きなまた検討各国との交渉に入っていくというね、そうした表明をなされたところであり、今では逆にその後特にお隣の韓国などを通じまして、韓国の国会では ISDS 条項をめぐりまして国会審議の中で催涙弾が爆発をするというね、こうしたことまでとにかく入ってから分かるでは手遅れといった点について、やはりもっともっとこうした点我々に国民の皆さんに情報開示をしてほしいな、その対策をやはり前倒し前倒し先手を打つということでやってほしいな、非常に残念な一年でもありました。まあ、こうした産業全般を振り返った点でもあったわけでありますが、しかし徳島ではまた多くの明るい話題もございました。一つはスポーツであります。徳島ボルティス、そして徳島インディゴソックス、徳島の名を冠したプロスポーツチームが人口80万の徳島には2つある。県民の皆さんとともにこれらのチームを徳島頑張れという合言葉で、まさに今回東日本大震災で我々が教わった絆、県民の皆さんとの絆をここに実感をすることができたのではないかと思います。ボルトスにおいては本当に最終試合が惜しかった、もっと言うと1年間でこの試合が惜しかった、この試合が惜しかった、おそらく多くの皆さんが思われたのではないかと思います。しかしこれもサッカーに関心のない皆さんも、次コンサドーレがどうなったらボルトスはどうだ、こうした話題がどんどん出る、多くの皆さんがナルトに押しかけていただける、そうした新しい目をここに育んでいただいたのではないか。徳島インディゴソックスにはリーグ創設7年目にして悲願の前期優勝、そして総合優勝を成し遂げる、そして多くの若者が NPB プロ野球の方にスカウトされていく、こうしたいい循環も生まれた年でありました。スポーツといったらもう一つ忘れていけないのは徳島マラソンであります。今年は第4回として3月の20日行う予定でありましたが、3月11日東日本大震災、また放射能の影響などもありまして、ここは延期を余儀なくされたところであります。私としてはその後のいろいろなイベントのドミノ倒し、これが起こる、そして今こそ元気にしなければいけない、そのためにはやはり被災地の皆様方にエールを送る必要がある、みんながスポーツを通じて元気になる必要があるということで、当初はなんとか実行ができればな、このようにも考えたところでありますが、いろいろな放射能また協力体制、こうした点で延期となったわけでありますが、11月の6日に全面チャリティー、そして被災地支援という形でスタートすることとなりました。被災地からも多くのランナーにお越しをいただきましたし、参加をいただいた皆さんには被災地への思いをメッセージゼッケンとしてつけていただいて、自らそして被災地の皆さんへのエールを送っていただいたところでもあります。この大会お支えをいただいた多くの皆さん方に本当に感謝を申し上げるとともに、こちらも徳島から発信をさせていただき、同時期に行われる関西のマラソンを一つの絆で結ぶ、東北頑張れ、被災地頑張れと、そうしたメッセージもお届けをすることができました。そして忘れてはならないのはもう一つ、元気といえばやはりスポーツと文化であります。徳島では平成19年踊る国分祭、初めて国民文化祭を行い、四大モチーフ阿波藍、そして阿波藍の富が育んだ阿波踊り、阿波人形浄瑠璃、さらには四国88カ所発進の道場スタート地点、お接待の文化ということで、奇跡の収容所、坂東風呂収容所、そこのドイツの捕虜の皆さん方が感謝を込めて行ったベートーベン大工、アジア主演、日本主演、この4つの4大モチーフとして宝で阿波文化を全国に発信をいたしました。それを一過性に終わらせてはあまりにも惜しい、県内外から多くの声をいただき、毎年この4大テーマごとに行ってまいり、今年はちょうど大鳥の阿波踊りの年ということで、阿波踊りの過去現在未来、
これをいろいろ振り返り考えてみよう。11月の23日にはアスティ徳島の方でよろずの民の阿波踊りミュージカル形式で行わさせていただきました、まあ、こうした形で来年がちょうど5周年ということがありましたので、この4年間やってきた集大成をさらに今度は国際的にも発信できればな、まあ、こうした思いで文化庁に支援の要請などもしていたところ、文化庁の方からこれによって24年度第27回の国民文化祭徳島で新しい集約型の国民文化祭を発信をしてもらいたい、このように言われ、そして11月の6日ちょうど徳島マラソンの日でありましたが、マラソンを走り、そして表彰を終え、すぐに今度は京都へ駆けつけ、山田知事、今年はちょうど京都が国民文化祭になりましたので山田知事から国民文化祭旗をいただき、そして2000人の京都の府民関係者の皆さん方に高らかに来年は徳島で、そして寿式三馬荘をご覧をいただき、阿波文化その徳島でお会いをしましょうと申し上げたところでもありました。まあ、こうした形で今年来年と文化においても徳島がさらに注目をされる、そしてこの閉塞感をスポーツ文化また安全安心経済雇用あらゆる面で徳島発信での打破を目指していきたい、羅針盤なきこの日本の世の中で徳島がその一つ一つになれれば、こうした思いで臨んできた一年でもありました。もうそろそろ時間となりましたので、まあ、今年1年を振り返ってということでありました、まあ、しかしまだ地についた特にこの3連動への対応、暫定の津波高、まあ、こちらを今回は出させていただきましたが、これだけでは県民の皆さんの不安を煽るだけとなります。ようやく国も中間の報告を出してきていただいたところでありました、まあ、国の速度も上がってきたのかな、こうした期待もあるわけでありますが、できる限り速やかに今度は浸水予測マップといったものを作り、そしてさらなる安全安心対策、これを徳島として、またさらには徳島だけで難しい点については関西広域連合、全国知事会など多くの広域組織、また国に直接徳島発の提言として、知恵は地方にこそあり、発信をしてまいりたいと思います。今年一年本当にお世話になりました。どうもありがとうございました。それでは各社から発表のことを、まあ、次のお話を関連したことで何かありますでしょうか。ではなければそれ以外の、中防災会議で防災基本計画の中でですね、5分以内に避難できる街づくりを目指すということが盛り込まれたんですが、県の考え方として、300項目の対策や震災条例の制定など、基本的に国と同じだと思うんですが、昨日の、中央防災会議の結果を受けてですね、中間発表を受けて県として新たに取り組もうと考えられていることは何かございますか。はい、ようやく昨日中央防災会議の中間報告という形で、発表がなされました。ここでは先般本県の地震津波減災対策検討委員会プロジェクトチームの皆さんからお出しをいただいて、12月の21日南海昭和南海地震の日でしたね。これとほぼ前提条件が一致しているといったことと思っております。例えばマグニチュード 9.0 ですとか、それからトラフの範囲を広げるといった点、こうした点もほぼ前提条件が一致していると、ただ一つ日向灘まで今回国の方は広げているわけでありますが、本家の場合はやはり徳島の地形ということを考えますとね、これまでの前提で十分足りるんではないかと今のところは思っています。それから今ご質問があったその5分以内という話で、これは今回ようやく中間報告の中で具体的に盛り込む、
実は地方防災会議の方でもこれまで5分以内ということがポーンとね出されて、まあ、この記者会見の場などでもそれに対して知事はどう考えますか、すでに各方質問をいただいたところでありますね。我々としてはこの5分というのは確かにあるなと。で特に県南地域津波が第一波、これは海陽町に押し寄せるわけでありますが、やはりそうしたところのことを体制、あるいは日頃自主防災組織の皆さんがいろんな形で訓練をされている、まあ、こうした点を考えると確かにこの5分というものを国がオーソライズをしたといった点についてはさらなる訓練、そして県民の皆さんに対してのいざ発災となった時の危機感、これをしっかりと持っていただけるのではないか、まあ、このようにその時も申し上げたと思います。まあ、確かに5分以内の訓練をしていない地域の皆さんにとってみてはこれは大変だという話もその後ね出てきたところではありましたが、すでに洗面をつけてやっていたエリアもあるわけでありますので、これがまさに共有をされたというふうに思っております、まあ、とにかく今回東日本大震災を見ればとにかく逃げる、これが第一番ということがね、ちょうど今日も朝から東日本大震災を振り返っていろんなテレビ番組やられているときに、やはりまず逃げる、でいろいろな人たち防災リーダーと言われる人たちがとにかく早く逃げよう、各工場でもそのトップの皆さんが地震だ、これは津波が来るぞ、従業員みんなも山に逃げるんだっていうね、それによって助かった、しかし当社対応を取らなかったところは大変悲劇を生むということになっていますので、やはりこうした点、この東日本大震災で得た教訓を我々は必ずや三電灯地震そこで生かしていく、それ以上の対策をやはり取らなければいけない、まあ、このようにか特にまあこれまでその項目の対策やまあその条例制定に向けてされてますが、まあ、今回の改定を受けて新たにじゃあ取り組むことっていうのは特にはございないんですかね。これについては前回21日発表申し上げたように、その中で例えば軸として1年以内、3年以内、中長期あるものの中で今回の津波だから、これも暫定ですけど、でこれを受ける形での暫定の浸水マップ、こうしたものによりまして、より対策を場合によってはこう前倒ししなきゃいけない。例えば中長期と思っていたけど、これはやはり2年以内にしなきゃいけないとか、そうしたものは当然出てくるということで、緊急の対策を今逆に検討を進めているところであります。まあ、当然これは浸水マップ、これを早急に出していく、これとも連動してくるということで、今の震災関連なんですけれども、その先ほど知事もおっしゃってたんですけど、今回の中間報告出た時に結構国のスピードが上がったなっていう印象をやっぱり持ちまして、であの春先には揺れの強さとか津波が出してくるということだったんですけども、そのかなりまあこれまでの印象だと県の方が早め早めにやってという印象だったんですけど、かなり詰まったのかなと思ったんです。で今後その、まあ、来月には浸水マップ出されるということなんですけど、例えばその国の発表もかなり近づいた、そうなってくるとその県 の, その今後のスケジュールももしかしたら何かこう変わることがあるのか、それとももう今までの予定通り、まあ、進めていくのか、ちょっともし変更とか何かお考えのことがあったら教えていただきたいです。まあ、例えば徳島マラソンの話をね、さっき申し上げたんで、マラソンで例えるととにかく超エースと言われる国っていうランナーがいて、まずはそこに走ってもらう、我々はその出た結果をもらっていこうと実はこう思っていたんですね。しかしその超エースがウサギとカメじゃないですけど、わしはちょっと休んどくわっていう話みたいになってしまう。だからここはまず我々が先行逃げ切りじゃないけど、まず行こうという形で進んだんですね。でこれはいかん、先ほど申し上げたように各省の担当者たちは実はものすごく危機意識がある。これ1年以内とか2年以内もし3連動来たら日本の国本当に終わっちゃうよ。やはり平成16年度、これも徳島から提言をさせていただいた災いの年、これはどちらかというと自然風水でね対応がたくさん来ました。災害予防というものをやる、これを全国知事会で徳島がまず、これは三位一体改革、河川や何かの事業を全部これを
一般財源化、地方だけでやろうと、まあ、こうした提案を知事会が出そうとね、戦う知事会にしたんです。これはおかしいと。やはり大きな災害でどこかでお金を補給しておいて、そこへ集中投下しなければいけないということで、災害予防にお金を振り向けて、これは国地方を挙げてやっていこうと、まあ、こういう提案をしたんですね。ただ当時知事会の、まあ、どちらかというと大御所の皆さんたちはね、徳島の知事何言ってんだと、いや災害復旧復興が日本の本来の本筋だと。いや私も何言った、いや我々知事の役割っていうのは県民府民、ね、そうした皆さんの生命財産を守るのが仕事じゃないですか、生命財産を失ってからね復旧復興してどうするんですか。そしたらその後、あるいはその会議の時にも被災を受けていた県知事さんたちからね連絡がどんどん入るわけですよ。これかもう帰らないから、ね、いやいや、この徳島の知事の言う通りだって。そういうことで実は知事会で決議をして、そして国では実は年を明けた17年の2月にこの災害予防を初めて前面に打ち立てた補正予算なんですね。それから日本の国はどちらかというと災害予防で言ってたはずなんです。ところがもうね、東日本大震災を受けて、もうどちらかというとね、どうしていいんやらってこうなっちゃったもんですから、だからもうすぐに切り替えて、この災害予防、次の震災に備えなければいけない、これが必要だったんですよ。だからそういうことから考えると、まあ、国が追いついてくるだろうなって、全力でもね、これはもう想定していましたけど、何度もだから私は申し上げたのは、徳島が作って、その例えば津波だか、あるいは浸水が頭に必ず暫定でつけたんですよ。それは必ず国が追いついてくる。で、また総力を上げた知見を持ってしなければ、やはり徳島一県だけではこれ厳しい。もちろん突っ走ることはできる。国を触発する、あるいは他の公共団体を触発することはできるんですけど、やはり国の総力、これをいかに増やすのか、そのきっかけになる、触媒になる。そうした意味でもやってますね。だから今回ここまで追いついていってくれた、これは我々としては逆に想定ないの話。国のメンツにかけてね、これは彼らは追いついていきますから。ということで我々としては最終的にはそこがうまく、我々はでも全力出してるんですよ。飲み込まれることも期待をしているということなんですね。そうすると手戻りがないわけです。でもこれも我々が手を緩めたら、あ、徳島を手を緩めたから我々もいいかなってなっては困るんでね。もう最後の最後追いつこまれるまでとにかく全力で走る。そしていろんな対策も考えるものは全て提案をしていく、提言をしていくという形を取りたいと思います。すみません、今の質問の、まあ、続く形になるんですけど、そう考えますと、先ほど知事はこのできるだけ速やかに被害想定、浸水予測がされるというお話がありましたが、中央防災会議の動きが非常に早まっていると、当初は年度末までにという話だったと思うんです。で、ただこの早まってきた場合に、知事としていつ頃は目処にこの今回の三連動地震の徳島の被害想定を出されるというお考えなのか、お聞きしたいのが1点。それと現在は1月中にもその、まあ、今回浸水予測出されましたが、これは2004年の2連動をベースにしていると。で、1月にこの詳細の部分を、ね、出されるというふうに伺っているんですけど、それを考えると、その今回の3連動の想定で被害想定を出す時期にいかんによっては、1月にまたその2004年度のベースにしたのを出してしまうと、県民が逆に混乱するんじゃないかという思うんですが、その点はどういうふうにお考えでしょうか。まあ、今回津波高だけですと実感が湧かないので、当然そのどういったところが浸水エリアになるかということは今あるもので出したというのが今回のいわゆる2連動で出した。ただ津波高、断定津波高については2連動ではないですから、速やかにこれを不安を解消するためには浸水マップということで3連動のね、これもでも暫定が頭にはつくんですけどね、これを1月中には出したいということを申し上げてきているんですね。当然ですから、これらが揃わないことには被害想定、これを作っていくことにはならない。で、これを受ける形で今度は地域防災計画を見直していくと、行動計画という手順に入っていきますので、我々としては今申し上げたような手順で進めていく、着々とね。で、確かにその県民の皆さんにいくつも数字がこうあると、
まあ、特に今回最初に到達する津波だからね、そこで混乱が当たれないかと、まあ、従来2004年の時には20センチのところでやったと。で今回はいろいろな皆さんからこれはちょっと20センチわからないな、これってそれで逃げるのみたいなね、あったんで第一波の一番高くなる到達時間を示したと。しかし前とこれ基準が違うので、あれ遅くなったのとかね、早くなったのとか、混乱があったということがありますので、ね、まあ、当面そのダブルスタンドに今なって、2連動と3連動と、だからそうした点がきっちりとこう3連動に集約できるまではやはりある程度情報を出した必要があるのかな。しかしそれは複雑になりますから、最終的には3連動し、でもう一つあるのは今度は国の数値が出てくるんで、今度は県の暫定の分と国の数値のもう2つ出てますね。これもこういかに融合していくか、まあ、これが一番ポイントになると思いますので、とりあえず県としてはまず3年度県としての独自のものをまず出して、この方針は変えないでいく。ただ先ほどご質問があったように国がババババッと本当に追いついてきてということであれば、それは同時に補正をして出していくと。そうするとさっきおっしゃるように県民の皆さんにとってみると暫定でこの正式で分かりづらいのでとなります。やはり命関わる問題というのは分かりやすさが一番ということですので、ね、そこの工夫をしっかりとしていきたいと思います。別件でよろしいですか。そう、あの26日にですね、地域主権戦略会議がありまして、あの今後の国の出先機関の事務権限以上のですね、受け皿となる広域的実施体制、まあベースとなっているのがその広域連合なんですけれども、この制度概要の方向性が決まったんですけれども、まあいろいろ議論になった執行機関の在り方と、それともう一つその実施体制の区域で、あのブロック単位で出先機関の委譲を受ける体制の区域として必ず含まなければならない都府県の区域を定めるという部分もあって、まあこれちょっと内閣府に聞いたらこれ以上でもこれ以下でもないと言われたんですけれども、ちょっとこの2点も含めた形で今回のその方向性についてご感想をいただきたいです。はい、その点については関西広域連合としては井戸連合長、そして橋本大阪府知事が変わられましたのでね、その委員長を今片滋賀県知事さんやっていただいて、お二人でこの戦略会議でいただいたり、まあ、意見を言っていただいてます、まあ、当初はね公約で丸ごといかんと、まあ、丸ごとというか出先機関もいかんって言ってたんで、いやいやいや、そのトップはまた選ばれないかんとか、いや大臣の指名で入らないかんとかね、新たな道州制、国主導の道州制を作るのかという部分がありまして、関西広域連合でもこれは徹底的にいただこうということでね、まあ、お二人に代表していただいて、まあ、何度か会議を重ねた結果、まあ、26日の日には大体我々が提言をした形になった、まあ、例えば一番典型的なのは、じゃあその連合のトップ出先を丸ごと例えば移管をするトップっていうのは新たに選挙で選ばれないかっていうんじゃなくて、すでに選挙で選ばれたそうした部長であればいいということにもなりますよね。まあ、そうした意味では、まあ、今回大きな成果があったし、まあ、コメントを出させていただいていますが、関西広域連合から、まあ、関係をすると、まあ、まだまだ今ご質問があったように詳細な詰めの部分がなされてないとあるのと、大きな枠は決まったんですけどね、今度は個別になってくると拡張の抵抗があるんではないかと、まあ、といっても今回は3章ということですけどね、3つの章ということになりますが、まあ、その点については逆に我々関西広域連合の方から言わせていただいて、まあ、いわば野田総理の方からも、まあ、そうした抵抗のないようにという言質はいただいたということになっています。まあ、今回対象としては関西広域連合と九州機構ですね、まあ、国になるわけですが、まあ、それを前提としてということではありますが、おそらくこれを契機として丸ごと以下といった形がいろいろなブロックで起こってくるんではないのかな、まあ、そうしたまさに先鞭をつけることができた。しかしなかなかここはね、海の苦しみがあって奈良が抜けているとか政令市が入ってないではないかと。しかしこの26日大阪で行われました関西国連のね、この場では4政令市全ての市長さんが出てこられましてね、それに関西国連に参加をしようという方向もこれ定まり、ちょうどこの地域主権戦略会議5時からでしたから、その前に
その表明の部分をお伝えをしようと内閣でね、プロ会議の途中にパッと決めてね、提案をさせていただいて、いわゆる政令しか入ってないから丸ごと言ったらできんということはもう封じてしまったということになるかと思います。で、まあ、その丸ごと遺憾なんですけれども、もともと広域連合として、今年の夏か秋初めの方だったと思うんですけど、近畿の経済産業局とあと地方整備局で地方環境事務所を移管せよという提言をして、もともとこれは去年のアクションプランのそのブロック単位ごとでの国の出先機関の異常という前提があって、来年の通常国会に法令法案を出すという流れがあるんですけれども、このままあれ今回のこの方向性が示されたことで、来年のその法案に向けて個別具体的にやっと議論に入れるのかなというふうになってきた中で、今回示されたのはその近畿の出先機関になると思うんですね。で、ただこれいろいろ読んでみると、そのブロック単位でっていうのがちょっとミソなのかなっていうのがあって、じゃあ徳島県は関西広域連合だけれども四国はどうなるんだっていう疑問が出てくると思うんですね。で、特に河川なんかにしても、それこそ防災に関して地方整備局に関しても、それこそ今回の地震津波に関しても、やはり関西近畿と四国の地方整備局は違いますし、やはりそういう部分でその四国としてのまとまりで広域連合っていう考えも、これ遅かれ早かれいつか出てくる話なのではないか。で、特に中国地方ですね、地方知事会議で今月半ばぐらいなんですけども、その広域連合の検討会議を設置して、これには鳥取県も含まれているんですよ、ね。で、関西広域連合の一部である鳥取県が入っていると。で、こうなってくると、だんだんその四国広域連合っていう部分に関して、ある程度、放送を出てもいいんじゃないかなっていう、同州制関係なく、そういう部分で、いろいろ考えも検討を始める時期にも来てるのかなとは思うんですけれども、ここら辺について、市長はどのようにお考えになっているのか。なかなかするんですね。実は徳島としては関西広域連合の中でね、いろんな今いる出先機関っていうのは、ほとんどがこの四国とか中四国、農政の中四国になってますんでね、っていう形になっていると。ですから最初は奈良が入っていない、政令市が入っていない、つまりディズニーランド地図みたいなね、穴あき地図みたいな、これは難しいということを言われているんですね、各所から。で、逆に言うと我々の論理として、では中国の中から鳥取を切り取る。で関西国なんですけど、で四国の中から徳島の部分を切り取って、で関西国の権限を、逆にそれも次当然あるんじゃないと。全体の中で例えば一つだけない、だからないないというんじゃない、それは工夫したらいいじゃないかと。その工夫ができるんだったら、今度は次のステップとしては、当然のことながら当然4つある中の一つをこう切り分けるということができたっていいじゃないかという二段論法でいこうと。これは鳥取ともそういう話をしていたんですね。しかしここまでに詰まってきて、例えば九州はその九州としてスポンでしょっていうことになってくれば、国もいよいよこれを進めてくると、本当にそれが見えてくるであれば、今おっしゃるように、じゃあ四国のなんとかっていう名前のついてるところをね、どうスポンと引っ張ってくるのか、あるいは中国なんとかっていうのを中国でスポンとどうするのか、これは当然あり得る話だし、この関西広域連合の中で徳島も鳥取もそうした議論に積極的に、いわばその機質としてやってきたわけですから、ではそうした点も一つあるんじゃないだろうかということはありましたね。実は四国知事会は私が常任世話人という形になっています。四国は知事会長を置いてませんのでね、そういった中で当然このことは起こりうる話ですので、高知県を事務局として今部長会議というものを立ち上げて、じゃあどんなものを権限に、もし仮にこうしたものが出来上がるということであればね、でどういう体制だったらそれを受け入れることができるのか、こうしたものを検討していこうということで今進めているんですね。ですから今回のこの方向性というものがバチッとこれね決まってくれば、当然四国としても行動を起こしていくということになる。当然私としてもね、関西国連の事務所をやっているわけだから、それを四国の中で共有をして、そして四国全域、私がだから関西広域連合に入るときに申し上げたのが、
徳島は近畿と四国の結節点なんですよ。だから関西小雪連合にこれは昔からいろんな関わりで徳島関西というのがあったんで、はい、でそれだけではなくてこうした効果といったものをやはり四国全域に広げてこそ徳島の本当の本領発揮になると、こう確か申し上げたんですね。だから最初は近畿知事会あるいは、まあ、近畿の経済界の方からこうした議論が出てきて、当初は近畿広域連合ね、まあそういうことでもいいじゃないみたいなところを、いやこれは関西でしょうと言わせていただいて、で経済界もそれに乗っていただいて、そうだ関西経済圏だということですね。我々としてはそうしたこの動きが、まあ、例えばグレーター関西というところが出てきてね、中国も四国も近畿も全部関西だ、これも一つです。それぞれが今回作った関西広域連合みたいなものが出来上がっている、これもやはりこれはあくまでも手段、手法なんですね。我々が何を求めるのか、国の出先機関を政権が、国がそれを公約として地方に譲るんですよというんであれば、その受け皿をどう作るか、当然その一番効果的なものをやっていくというのが我々の取り引き手段だと思っています。まあ、この国の動き、これを横目で見ながら、また関西小雪連合の動き、これを当然四国として共有をしていくという形で進めています。まあ、もちろん同州制は全く別の話で置いといて、でまあ、さらに関西広域連合でも広域医療とかこの広域防災とかいろいろやってますので、そこもとりあえず置いといて、その出先機関の権限以上という部分にある程度区切られてしまうと思うんですけれども、そうなると、まあ、もうちょっと詰めさせていただくと、やっぱり四国として、その共有できる何か、まあ、体制、それが広域連合なのか、まあ、それは機構なのか、また別いろいろ議論あると思うんですけれども、その四国として検討を進めていくっていうお考えで、いや、それも検討を進めて進めていて、はい、で逆に言うとこの関西広域連合の動きと、それから国の、これ国がもうこうだっていうことだと同時に出されるんで、それがいよいよここでまとまってきたということですから、当然そうしたものをずっと睨みながら、四国としてどういったところで例えばどんな機関をもらうかということが当然ありますから、ね、そうしたものはずっと進めて、特にまだそのいつまでにこうとかスケジュールがこうとか、そうですね、まあ、この国の最終の決定がまだ、ね、これからなんで、それと両にらみでっていうことです。大体こう方向が出てきますけどね、26日でね。でもまだ今もご質問があったように細部が詰まってないでしょ、まあ、そういったものをしっかりと見ながら本を出すということになりますね。すみません、まあ、今の話も、まあ、でちょっと確認させていただきたいんですけど、その、まあ、細部が詰まってくるとして、まあ、その場合によっては先ほど知事がおっしゃったように、まあ、四国の中で四国4県で受けるのか、それとも関西広域連合の非大きな枠として四国も含まれて受けるのか、もしくはそれとも徳島だけ抜けて入るのか、そのあたりもその国 の、 この方向性を見ながら、どれがベストな、まあ、ベターなのか考えていくということになるんでしょうか。というのもどれが一番現実的で早いか、やっぱり必要なのはスピード感なんですよね。確かに本筋っていう関西広域連合なんだから、四国の中から徳島だけのその出先機関の部分で、ね、切り分ける、で中国の中から鳥取の部分で切り分ける、形は綺麗なんだけど、これは基準が来るんだ。で今あまりじゃブロック単位、その出先機関のブロック単位で決めていくんですよということになったら、やっぱり受け皿はブロックで作らなければならないということになります。だからそこの細部の制度設計を我々としてはずっと見ていく。ただその時に間髪入れず動けないといけないので、じゃあ四国4県としてはどういった機関が一番望ましいのか。例えば農水局をというと、これ四国だけで決着つかない、中四国農水局でもやるのかとかね、そうしたものはやっぱり検討していかないといけない、詰めていかないといけない、それはもうずっと詰めていかない。ということで逆に言うと国の出方もですね、で国の出方次第によっては間髪入れず対応するということですね。だからそういう意味でその、まあ、よりスピーディーにできる方法というのであれば、この、まあ、移管する省庁の、まあ、今中四国だったり四国だったり
とか、まあ、この省庁の枠によっては方式が変わることもあり得るということですね。だからその中で一番スピード感があって、なおかつやっぱり徳島にとっても四国にとっても一番効果的、あくまでも我々は関西小池連合の一員ではあるわけですけど、地政上あるいは今までの関係では四国の徳島です。それを捨ててしまったら徳島の最大の武器を失うわけでね。やっぱり徳島が一番地政上優勢有利であるというのは近畿と四国の結節で、あらゆるものを共に、四国がもし進んでいるのであればそれを関西小池連合の方に、関西小池連合の方で成果が取られたらそれを、まあ他の三県の皆さんに意見はありますよ当然ね。それはどんどん伝えていく。そうした中でじゃあどうでしょうか。それは四国の発展という、当然それは徳島が両方になってますから、その中で一番スピード感があって確実に、そして四国四県にとってもメリットがある、これを選ぶ、そのための準備は答えない、そして国の方向であれば間髪入れずそれを打ち出す、こういうことで、新年が良い年でありますことを願っております。どうぞ良いお年をお迎えください。お世話になりました。ありがとうございました。